しゃいませ。カモン TV へようこそ。どうも、最近めっちゃモテます、カオです。いやいい男になりたいと思いませんか、男性陣の皆さん。いや僕ね、将来ね、子供に尊敬されるような父親になりたいんですよ。そして奥さんからもいつもかっこいいねって言われたいんですよね。まあそういう男になるためにはどうしたらいいのかなってすごい前から考えて生きてきたんですよ。なんで僕のソロ動画はかっこいい男がやってそうなことをどんどんトライして自分に吸収していこうかなと思います。でよかったら皆さん、僕がもうほんとたくさんいろいろやるんで、皆さんも一緒にやってみてください。これでみんなで一緒にいい男になれたらすごいいいですよね。ということでいろいろやっていきたいと思います。で今回はまず僕が得意な筋トレをご紹介していきたいと思います。それで前の動画でも説明したと思うんですけど、柔道をやってました。なのでその筋トレをまず説明していきたいと思います。それでいってみましょう。どうぞ。気が付きました。畳に擦れると思ってちょっと柔道の時に着てたやつを着てきました。一応見てください。これさっきも帽子かぶってたんで寝癖みたいになってるんですけど、ちょっと恥ずかしいんですけどね。まあこの格好でやっていきたいと思います。じゃあまず何よりも準備運動って大事ですからね。筋トレとかする前必ず準備体操をしてから始めるようにしてください。じゃあまず準備体操をしていきたいと思います。よし、よっしゃやっていこうかな。じゃあまずね、もう準備運動はそもそもきついんですよ。柔軟からで硬い、体が硬い。うわーやべえなこりゃ。これ限界よ。俺今これ限界っすよ。はい、畳に胸ついてましたからね。マジこんなになるもんなんだ。やっべえな、マジかよ。じゃあまずは前転から。うわ意外と狭いので1回転ずつ見せるしかできないですけど、美しくできるように頑張ります。次は開脚前転。逆バージョンですね。後転開脚。ここで足をガッと開くようにしましょうね。ここからちょっと難易度が上がってきます。倒立前転。どうできてた今。綺麗だったかな。難しいんですよね。一回こう倒立してピタッて止まってくるんっていくのが難しいんですよ。でその逆ね、後転倒立かな。あ、できなくなってる。お気味ね。ついな。じゃあ大体やったんで次ちょっと、柔道部ならではのやつやっていきますね。頑張れ俺。まずは脇締めという寝技の運動ですね。寝技の時に相手をグッとこう押さえつけられるようにですね、こう脇をしっかりと絞りながら手の力だけで前に進んでいくやつです。やってみます。こんな感じ。で次はエビっていうやつですね。これは相手に押さえつけられた時に逃げるためのやつです。ここからね、はいと相手が上に乗ってるのをイメージしながらグッと押していく。こんな感じですよ。次は逆の逆ね。
こっち、向こうに進んでいくのね。あっち側に進んでいきますね。きちんだ俺が、意外と。今度はね、今頭の方と足の方に進んでいったんで、次は横に左右に行きます。こう押しながら横に進んでいくんですよ。やってますね。これ多分ね、絶対できないよ、みんな。何だっけ、こうか。はい、はい、これ腹筋がめっちゃきついんですよ。勢いでジャンプして向こうに行きます。これインナーがめっちゃ滑る。きつい、やべえの思いでした。皆さん、ローリングって知ってます？あれきついんだよな。やろう。前転があるじゃないですか。あれってこう丸まってね、こういうことじゃないですか。これの逆、こう丸まるんじゃなくてこう丸まるんですよ。もう意味わかんないでしょ。ちょっとやってみますね。いきますよ。年上げるんだよね、下手したら。こうね、逆にグッと反って、これやべえんだ。これをずっとぐるぐるやっていくんすよ。腰が折れそう。もう一回やっていきます。あ、無理。きつい。一回が限界です。さあ、こんな感じですよ。ただのこれ準備運動ですからね。これやって柔道開始ですから。こんなや、こんなね、6年もね、ブランクあってね、やるもんじゃない、これは。きつい。ちょっとユウスケにやらせてみようかな。今ちょっと隣で編集頑張ってるんで、ちょっと呼んでいきますね。ユウスケにやらせてみたいと思います。お、来た。お、ちょうど来た、ユウスケ。ちょうど来たよ、ユウスケくん。ちょっと来て、ちょっと来て。え、マジで、な、たまたま。あ、ユウスケが来ました。ちょっと待って、もう回ってるじゃないですか。すいません、こんにちは。スタッフのユウスケです。よし、じゃあちょっと今やったやつをユウスケくんにやらせたいと思います。ちなみにどういう用で来たの？え、おかしい。編集で使う。ちょっと待ってよ。ちょっとやって、ちょっと付き合って。どんだけきついか。ちょっと怖いな。さ、もうなんでしょう。はい、ゆうすけくんが来てくれたので、今からゆうすけくんにこれを教えていきたいと思います。いや、一緒にいい男になろう。そう、もういい男になろうっていう動画にするようにしたかったので。そうっすね。うん、鍛えていい男になろう。よし。あ、じゃあまずさ、前転できる？前転できる。前転を一回ずつやって。じゃあ俺が一回まずやるから、ユースケをついてきて。はい。オッケー。はい。じゃあいくよ。じゃあ行きます。はい。ついてきてください。はい。おお。じゃあ次、後転です。お、これ手はできるっけ？うわ、そんな綺麗にできるんすよ、俺。はい。次、開脚前転。開脚前転。うわ、そんな広げーって。
体重低行って5点開脚って言って痛い。次は倒立前転。いいですか？倒立前転。何言ってんすか？はい、倒立前転で俺もう一回やってみよう。はい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 。怖い。めっちゃ怖い。なんでや。そう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 。本当にこんな予定じゃなかったんすよ。次は後転倒立。ここからね、これもうちょっと本当は綺麗にやらないといけないんですよ。はい、お願いします。ちょっと待って、今怖い怖い。後転やそれ。ただのただの後転や。無理無理。じゃあ次、あ、違う、羽置きが残ってるよ、羽置き。前転するじゃん、はい、前転したついでに羽置きるって。は？前転したついでに羽置きる。 OK、 もう一回やってみようか。こっからピョッと飛びます。こう、できなかった。こっからはいと、はい、はい、こっちからやってみてください。ピョンピョンと、無理か。いやいや、次ローリングです。いいですか？こうやっていきましょうね。前転あるじゃないですか、あれの逆です。逆ってどういうことですか？体の丸まり方が逆です。コロってことでしょ。そうそういうこと。もう無理よ。これでグッと寄せます。ワニの体勢じゃん、これ。この姿勢、この姿勢のままグッ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 、進んでいきますよ。はい、お願いします。あ、こっちからやっていこう。さあ、皆様ご注目。うわー、これ、そう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 、あー、ダメ、そう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 、絶対少ない、絶対少ない。はいすごい、上手上手。はい、OK。 はい、次逆、逆バージョン、逆、もう一回それをそのまま戻っていく。え、嘘でしょ。はい、はい、後ろに下がって。もう一回、はい、
すごい、お、すごいすごい、お、すごい、初めての人がすごい。準備体操だからね。そうですか、まあ、こんな感じですね。あとはね、寝技であるんですけどね、横にこの交代線で横にずっと移動していくの、こうやって感じね。ステップに。これ何やってんだ。おどうぞ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 。なんか戻る。ぐにゃぐにゃやってる人がいる。それもやっとこう。じゃあ最後腕立て伏せをして終わりましょうかね。柔道流の腕立て伏せですよ。あ、皆さん変なのと思うかもしれないですけどね、この腕立てすると胸筋とここのなんていうんですか、この筋肉、ここの筋肉がボーン出るんですよ。これ10回しよう。10回って言ってこれ10回じゃないですよ。10回しかしないから。10回っす。足を広げて、広げる、うん、ラップ広げてください。そんな広がないよ。痛い。どういう、で、こっからぐーっと後ろに行きます。こっからか、あの、地面を舐めるようにぐーっと上がっていきます。はい、これで1です。いいですか。じゃあ今から10回していきたいと思います。この時点で11回です。いきます。せーの、1、声が小さい、もう一回、1、よいしょ、2、ゆっくりよ、3、絶対俺より後に終わっちゃダメ。し、声が小さい、嘘。あ、休んだ。1、1から行きます。おいや、1、はい、2、声が小さい、2、あ、休んだ。1、2、はい、3、あ、下まで行った。行きました。ほんと、4、あ、きつそうな顔した。きつくない5、あれできないよね、3人の動画じゃこういうの撮れないからね。そう、たまにあのゲスト出演よろしくお願いします。今から編集したくない。もういやーいやー。いやでもね、この腕立て伏せ結構苦労する。10回でいい、本当に10回でいい、本当に。すげえ力尽きてます。よし、こんな感じで僕のソロ動画ガンガン上げていきたいと思いますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。本日もご覧いただき誠にありがとうございました。バイバイ。予定とだいぶ違う。違う、そうじゃ、そうですよ。そうじゃない、そうですよ。実際どうだった。きつすぎでしょ。きつすぎ、回ってるし。
いいやろ。今度あのちょくちょくゲスト出演お願いね。やだありがとう。